ソロであんま楽しめ、ツイッターで募集かけた時は結構漏れた、あのフルパ組んで結構漏れたけど、結局なんかソロでやっても相手結構フルパの場合多いし無理だわ。ヨタマさんは SL のゲームもやんないですか？やんないです。二度とやりません。あのゲームは、あのゲームはマジで二度とやんないです。あのなんでやんないかっていうと、あ、なんだろうな、ゲーム、まあ作品によってはまだ面白いやつはあったけど、まあ基本的にゲームはゴミっていうのと、あの一番の問題がね、あ、運営がゴミすぎる。あれはね、あのゲームはね、運営がマジでゴミすぎる。なんだろう、携帯のアプリゲームもその家庭用版のゲームもマジで運営ゴミなんよな。特に何だっけな、家庭用版のプロデューサーの方はマジで本当に人間的にゴミクズだから、あれはねもうやんないっすね。なんだっけな、なんかとにかくさ、まあ、どのゲームもそうなんだけど、まあ、バグ結構見つかること多いじゃん、他の、まあ、どのゲームでも。 SAO のゲームはねマジでさ、テストプレイしたことないんかっていうぐらいバグがめちゃくちゃ出てきてさ、でしかもその対応も遅いしやばいのよな。でそのバグだらけでもうなんかプレイできる状態じゃないっていろいろと言われてて、なんだっけな、なんかツイッターでなんかふざけたことをなんかツイートしてて、今こんだけバグだらけでなんかユーザーにああだこうだ言われてるのに、もうちょっと真面目にやったらどうですかみたいなこと言われたら、なんか逆ギレしてきたらしいプロデューサーがガチやばいよな。もうなんかもうなんだっけな、俺はフォローフラグメントっていう SM のゲームから、 SM のホローフラグメントっていうゲームから、まあ、フェイタルバレットっていうゲームまで一応やってたんだけど、まあ、あ、まあどうやろうな、まあ全部が全部、まあ、ゴミとは言わんけど、まあ、基本的にそうでしたね。まあ、最初のじゃあマジでゴミゲー、まあ、でもその最後にやったフェイタルバレットっていうゲームは最初から最後まで、ずっとゴミでした。あれはあれはマジでゴミでした。まあ、なんか今から SAO のゲームやってみたいなって思う人は、まあ、なんかいろいろと覚悟しといた方がいいな。まあ、俺からしたら、やってた身からするとマジでおすすめできない。あそこの運営たちはマジで SAO っていうタイトルで金儲けしようっていう頭しかないから、マジでなんかあんまユーザーのこととかも考えないからね、本当に自分らのことしか考えてない。だからあんまおすすめできないです。あ、これ前シーズンの朝やったっけな。あ、そういえばさっきの話の続きになるけどさ、まあ、もう一つやばいなって、その SAO のゲームまあ、ゴミだなっていう点がもう一つあって、まあ、昔ね俺別のチャンネルでさ SA やモンハンのパクリゲーっていう動画作ってたんだけど、まあ、最初の2本ぐらいはまあこじつけ感結構あったんだけど、後の2本はね結構ねまあやばいんじゃねえか、もう最後に出したやつがね、まあ、言い逃れできねえだろっていうレベルで、まあ、やばい動画だと思ってるんだけど、まあ、モンスターハンターにね、テツカブラっていうモンスターがいいんだけどさ、その最新作の、今最新作が分かんないけど、まあ、その SA のゲームにさマジテツカブラみたいなの出てきてさ、退職もその見た目もほぼテツカブラだろっていうレベルの、ま、ポケモンじゃねえわモンスターがいいんだよ。で技もさマジで似てんのよな。なんかまあこれはフェイタルバレットっていうゲームからマジでなんか
なんかちょっとモンハンに似てるな感はあったんだけど、まあ、フェイタルバレットっていうゲームからちょっとなんかモンハンみたいな要素っていうか、まあそんなのがあったからさ、から最初はネタでさなんか動画出してたんだけど、途中からマジでこれやばいだろって思ってさ、まあ、なんかそういうなんていうそういうことをしないでやっぱオワコンなんだなって思ったね。あそこの会社はマジでゴミです、さすがですよ。バンダイナムコさんさすがです。いやマジプロデューサーが終わってんだよ。あいつがあいつなんであのっぽいと思ってんの。おいマスター。